はい、今週も東京家賃3万円の家で週休7日の生活していきます。おはようございます。はい、飯です。はい、外出します。景色素晴らしいですね。キリンがいます。小田急長山駅着きました。ここもイルミネーションあるみたいですね。今日も天気いいですね。完全に新しい商店街です。はい、ジョイフルにやってきました。優待券ぴったり使える、税込み500円の日替わりランチがあります。今日月曜日、ハンバーグと唐揚げですね。はい、マックに来ました。はい、公園着きました。陸上競技場です。素晴らしい景色です。橋もすごい綺麗です。ここもめちゃくちゃ綺麗です。紅葉見ながら食べられるって最高ですね。椅子がうまい。多摩センターです。大道芸です。降ります。一番怖いのは降りた瞬間みんながダッシュで帰ってしまうこと。よし、キムチ鍋食べます。いただきます。うまいです。うまいです。はい、おはようございます。はい、飯です。豆苗は窓際に置いて育てます。はい、外出してきます。マスク忘れるとこでした。今日はこの 30% 還元使い倒します。松屋入ります。はい、ユニクロ入ります。いただきます。帰宅しました。はい、100均で買ったものこちらになります。下着が1枚なんと100円で買えます。靴下に至っては3足で200円ですね。しかも全部 30% 還元されます。食材も買いました。これも全部 30% 還元されます。トマトいただきます。うまいです。うまいです。今夜は野菜スープです。こんな感じですね。41度でプロジダー運転を開始します。入浴剤入れます。入ります。はい、おはようございます。洗濯します。はい、ガストに行きます。
編集終わりました。はい、マックに行きます。作業終了。はい、帰宅しました。遠回りして3割還元で買ってきました。はい、いただきます。肉です。うん、めちゃうまです。はい、洗濯します。これからは夜に洗濯したいと思います。なんでかっていうと朝の時間を増やすためです。はい、床掃除も夜やります。はい、おはようございます。スープ作ります。はい、外出します。景色最高です。いや、最高の公園ですね。川の音が気持ちいいです。キャンプしてる人を見ると自分もキャンプしたくなります。公園に来ました。いや、噴水が気持ちいいです。体勢が面白いです。全然人がいない公園使い放題なの最高です。帰ります。遠くの空がすごい光ってます。夕日がめっちゃ綺麗です。はい、今この自転車に関して普通の一般の方から話しかけられました。ベーコンと卵買いました。今日は鍋を作ります。鍋完成しました。うまそうです。いただきます。うま。スープもうまい。シャワー浴びます。洗濯します。おはようございます。はい、飯です。コンタクト入れます。外出します。駅に向かいます。はい、渋谷に来ました。はい、スタンダードプロダクツ、こちら入ります。ミニマリスト御用達です。電動自転車たくさん置いてます。最先端です。今ですね、お仕事されてる人にアンケートしてるんですよと声かけられました。仕事してません。
宮下公園です。表参道です。こちらが表参道ヒルズですね。基本的にハイブランドのお高い店が多いですね。新しくなった原宿駅、初めて見ました。シャネルですね。一生縁がない気がします。はい、明治神宮の隣の代々木公園に来ました。チョコレート食べます。もうかなり真っ暗です。三宮橋です。新宿まで徒歩で来ました。景色がいいですね。素晴らしいです。新宿でも2時間まで駐輪無料ですね。都庁です。はい、おはようございます。はい、飯です。昨日歩きすぎて筋肉痛です。はい、外出します。飯です。これも飯です。いただきます。うん、中にクリームが入ってます。最高。いただきます。はい、作業終わりました。買ったものです。シューマイとサラダ半額でした。このカレーが58円でした。ちなみに3割還元なんで実質40円です。半額の野菜をオリーブオイルで食べていきます。はい、シューマイいただきます。すごいもちもちして美味しいです。宮崎辛麺のスープで鍋作りました。最後に溶き卵を入れます。洗濯します。飯です。飯です。はい、飯です。外出します。帰宅しました。はい、買い物してきました。3割還元です。豚肉焼いてます。塩入れます。胡椒かけます。きのこ入れます。うん、うまいです。次、豚肉焼きます。うまいです。いただきます。鍋できました。いただきます。肉です。うまい。2杯目作ってます。はい、じゃあシャワー浴びます。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。動画が良かったなという方はいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。春でした。